皆さんこんにちは。本日は大川隆法総裁の公開霊言 RA ゴール地球の未来を開く言葉をご紹介いたします。はい、まず木島さんにお伺いしたいんですけれども、はい、そもそもこの RA ゴールというのはどういったご存在なんでしょうか。はい、RA ゴール様ですね。はい、この方は北極星の方向コグマ座アンダルシアベータ星からいらっしゃったメシア資格を持つ地球防衛隊の司令官でいらっしゃるんですね。でメシア資格を持つということは、地球で言うならば9次元の最高級霊界にいらっしゃるぐらいの方でいらっしゃいます。そしてこの身長は2メートル30センチとやや巨人型とおっしゃってました。そして頭に螺髪があるんですね。なんと目から光が出せる。でその目からの光で、弱く出せばちょっと相手を麻痺させたり、強く出せばもう気を失わせたりとか、そういったこともできるというような超能力の持ちなんですね。そして、アンダルシアベータ星というのはどういうところかと言いますと、メシアになる直前の修行星ということなんですね。人口はそういうもうメシア直前の人がばかりなんで、もう3000人しかいない。日蓮やエリアもこの星の出身であるということなんですね。はい、でなんで北極星の方向なんかというなのかと言いますと、はい、北極星っていうのは地球から見てずっと位置が変わりませんね。地球が回転してもね、はい、つまり宇宙の中心ということを表している。でそこの近くの星からいらっしゃったっていうのは、やはりこのメシア星っていうのは宇宙の中心にあるんだということ、これを意味しているということらしいですね。そうなんですね。では RA ゴール様についてご紹介いただきましたけれども、はい、それではなぜ今回この霊言が取られたの、ね、収録されたのでしょうか。はい、なぜ今この霊言なのか、はい、ということなんですけれども、一つにはコロナ、アメリカ、中国、日本、そして世界、これが今後どうなるか、これがヤイドロの様も同じようなことをおっしゃいましたけれども、もう一人の宇宙の神様でいらっしゃるアルデゴール様からはどのような見通しが語られるかということ、これが一つの聞きどころなんですね。そしてなぜ神様がいらっしゃるのにコロナ禍が拡大するのか、その霊的理由がわかるんですね。人によってはもう神様は全知全能なんだから、もし神様がいるならこのコロナを全部なくしてしまえばいいじゃないかというように思う人もいるかもしれませんが、そうであってはこの人類の修行にならない部分があるんですね。そこのことが詳しく説かれます。3点目は地球の未来を開くために私たちが今何をしなければならないのか、これが分かるんですね。実はこの RA ゴール様は、去年の2020年9月に霊言を取られてるんですね。はい、この地球を見守る宇宙存在の目という本に今なってます。これは半年前にも出た本ですので、この前書きを読んでいただきたいと思います。はい、地球を見守る宇宙存在として RA ゴールという方が存在することを明らかにしたのは、おそらく私が最初だろう。2019年12月に中国武漢発コロナウイルスの危機と中国で生じた事故を私に初めて伝えてきたのはこの RA ゴールだった。コグマ座アンダルシアベータ星から来たというメシア資格を持つ宇宙存在は地球の未来計画と密接に関わっている。私が解くべき法の最後にして最大のものはおそらく宇宙の法であろうから、これからますます影響力は増してくるものと思われる。地球人類は大きな愛の力によって見守られている。そしてその力は地球に正義を打ち立てようとしている。どこまで宇宙の秘密が明かせるかは、おそらく私たちの精進と信用の積み重ねにかかっているだろう。は
はい、今の前書きをお聞きすると愛と正義という言葉が印象に残りますね、うん、宇宙からこの地球の愛と正義を司っているくださっている、うん、そういう神様であるというふうにも感じました。そうですね、愛の力で見守ってくださっているご存在なんですね。そうですね、はいはい、じゃあ引き続き後書きの方も、はい、こちらは抜粋で、地球を守ろうとしている主流勢力に対し闇宇宙のアーリマンの勢力が中国をベースとして広がろうとしているのは事実である。しかし RA ゴールやヤイロロン、メタトロンという宇宙存在は中国包囲網を作り、自由、民主、信仰の価値観を広げようとしている。これに対しアーリマンは AI による人類管理と独裁の効率化を推し進めようとしている。すでに宇宙戦争は始まっているのだ。はい、そうですね、うん、また出てきました、アーリマン。アーリマン、ね、あのゾロアスターがもうずっと戦い続けてくださっているという、はい、ゾロアスターも九次元霊ですけれども、うん、あの宇宙の神様たちもみんなあの九次元以上の存在でいらっしゃいますから、うん、もうこの九次元霊が総出してくださって戦ってくださってる、うん、まあ、そういうふうにして地球は守られている、本当に愛されている存在である、はい、ということが分かりますね、はい、それでは RA ゴール、地球の未来を開く言葉のポイントについて3点、お話をしたいと思います。まず第1点目、コロナ禍は神を信じない人類への反作用、反作用という部分があるということなんですね。もちろんこのコロナを巻いたのは、これは宇宙からはもう明らかに、中国が巻いた人工ウイルスであるということは確定しています、うん、でもそれがこれだけ蔓延した背景には、この人類が乗り越えなければいけない今の悪しき傾向性というのがあるんですね、うん、それは神を信じない傲慢さ、うん、というものに人類は陥っているということなんです。そのような神を信じない傲慢な発展というものは、これは地球意識からしても許されないことなんですね。もしその方向で、この人類がますます、増えていったならば、これは大きな地球意識による反作用が起きてしまう、うん、そういうような、これはさらに大きな、破局というものになってまいりますので、その前に、まだ人類に対して自分たちの心を変えるチャンスというものを宇宙のメシアたちが与えてくださっているわけなんですね。その傲慢さというのは、例えばこう医学は万能なんだという考え方だったり、ね、はい、科学万能主義という考え方なのでしょうか。であったり、はい、共産主義というのは唯物論ですね、はい、そういったマスコミもそうですけれども、もう神などいないんだと、うん、科学は万能なんだ、今の医学が万能なんだというような間違った考え、うん、これは神を否定する方向の考えですから、神を否定するような考えが、地球という地球も一つの神様の霊体ですから、肉球というのは十次元存在の神様がその形を持っているものですから、相入れない考え方なんですね。ですから、この神を信じない傲慢な発展というのは、まあ、地球だけでなく、その他の全ての神、全ての星もそうですけれども、そのような発展は許されないんですね。神を信じる発展、そういう方向に人類が自ら選んで進んでいくということ、これを神様方は望んでいらっしゃるんですね。なぜならば、人類というものは神の分け御霊であり、神の子であり、それは神の大人になっていくということ、これを予定されている存在であるからなんですね。またそれを望まれている存在であるからなんです。だから自由意志のもとに神の方向を選んでいくということ、これが人類にとって、そのレゾンデートル、存在意義である。そのことにはでも自分で気づかなければいけない、ということなんですね。はい、次に、宇宙のメシアたちはコロナ感染を止めることができる。でもそれには条件が必要なんです。その条件とは何か、これはこの五法話の本編をぜひ、うん、ご拝聴いただきたいというふうに思います。はい、次に第2点です、はい。アメリカの
前大統領を落とした、選挙で落としたハン・サウヨウが来るということが、この誤報は、この霊言のポイントの第2点なんですね。今アメリカは中国から攻撃されています。でもそのことに現在のバイデン大統領は気づいていません。しかし前の大統領のトランプさんはどうだったでしょうか、はい、中国に対してはっきりと中国のなしていることは悪であるというふうに認識を持っていて、そうですね、はい、このコロナは中国からの攻撃であると、うん、明確におっしゃってましたね、はい、自分はもう戦時大統領であるというところまできちんと、真実を見抜いていらっしゃいました。世界の警察官としての役割をもう果たされていましたね。しかしそのことを今のバイデン大統領もまた民主党もそしてメディアもこぞって反対方向にそんなことはないと言って否定してきたんですね。そのように、逆の方向に情報をコントロールしてきましたけれども、その反作用が年内には来るということ、そしてそれがどんな反作用になるかということ、これが明かされる、そういう霊言なんですね。はい、次に第3点ですけれども、中国はバイデンの出方、バイデン大統領の出方を見るためにさまざまに挑発をするということ、うん、これも説かれているんですね、はい、このトランプさんの選挙での落選が決まったと、中国はどんなことをしましたでしょうか。中国は例えば香港に対しても、もう民主派の方々を逮捕したりだとか、大量に逮捕、はい、もうトランプさんの落選が決まったもうその翌日でも大量逮捕に踏み切りましたね、はい、もうそのように、中国は香港はもう過激に弾圧をしてくると、バイデンの場合はどこまで、これを許すだろうかということを見てくるわけですね。そして台湾や沖縄の島にもドローンでウイルス散布が実は攻撃可能なんです、うん、もうドローンなんてもう船を出してそこから飛ばせばもうすぐに飛距離が短くても飛ばせるんですね、うん、そうして、攻撃はウイルスによる攻撃、台湾がもう世界の見本だというふうに言われている中で、中国は悔しいですね。そうですね。その台湾にウイルスが流行ったら中国嬉しいですね、うん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 、どうするでしょうか。いや、それはもう中国の立場からしたら何かしら攻撃を仕掛けたいですよね。そうですね、まあ、それが今年どうなるかということ、うん、これも一つのポイントですね、はい、そして、中国はますますこの経済力で世界を支配しようとする、うん、そういう勢いを強めてくるということが予想されます。でもその中国の経済力を止める方策、これが一つ明かされるんですね。これは何か、はい、これはぜひこの方法を聞いて、うん、確認していただきたいというふうに思います、はい、では次に、はい、私たちはどうすればいいのでしょうか。はい、はい、これもお解きいただきます。まず日本、うん、この日本は武士道の国として蘇れというということは、つまり正義感を持てということでしょうかね。そうですね、はい、武士道というのは生死を超えて大義のために正しいことをするということですね、うんうん、もう生きるか死ぬか関係ないと、この世界の大義というもののために死んでも構わないという、そのような覚悟で臨むときに世界を動かすことができる、うん、この中国をも世界の包囲網を作っていくことができるということなんですね、うん、はい、そして、この武士道ということは異なかれ主義とは正反対のところにあるんですね、うん、中国が何かやったときに日本はどんなことを言いますかね、日本のリーダーたちは。そうですね、まあ、例えば香港で、うんうん、ミサが大量に捕まっても、ほとんど事態を注視しつつだとか、また重大な懸念を持っているといったコメントしかせずに、遺憾であるとかね、中国の顔色を伺うような
態度を示していますよね。そうですね。もう本当に遺憾ですね。はい。遺憾ですね。そういうことばっかり言ってます。うん。ことなかれ主義ですね。うん、もう香港危機に対してアメリカを説得するぐらいであれと、そういうようなことを、うん、また言ってくださるわけですね。うんうんうん、そしてその背景として何があるかというと、地球が今メシア制に変わろうとしていると、メシア制という、はい、そのような宇宙的なこの大きなターニングポイントに地球が来ているということ、これをまた教えてくださっているわけです。このメシア制とは他の惑星をも助け合ってあげられるぐらいの国なんですね、うん、そして実は地球はかつて地球から宇宙に困っている星の人たちを助けに行ったこともあったという、うん、これは過去明かされなかった新しい地球の霊的な歴史、うん、霊的な観点から見て初めて明かされる歴史が語られるわけですね、うん、そしてどうしたら私たちは地球をメシア星にこれから変えていくことができるか、これがこの霊言で、はい、明かされるわけですね。なるほど、ね、聞きたいですね。聞きたいですね。そしてキリスト教徒も、うん、イスラム教徒も、そして中国の人々をも救済せよということが説かれるわけですね、もっと信じる人、もっと光が欲しいということをおっしゃいます。そして私たちが、これはアレゴール様たちですね、ヤドロン様やメタトロン様たちがおっしゃっていることの支持者を着実に増やすことで戦うということをおっしゃっているわけなんですね、うんうんうん、はい、そうですね。やっぱりこう私たちの力を、地球人の力を超えた存在が今働いているんだということを私たちも認識を広めていきたいですよね。そしてその地球人も今視力を尽くして変わっていかなければいけない、うんうんうん、どうしたら変わっていけるかということ、これをこの御法話の中で、霊の中で説かれてますから、これもぜひ楽しみに拝聴いただきたいというふうに思います。はい、そして宇宙の方にはまだまだ先があるということ、これを説かれているわけですね。そしてまとめとして、このまだまだ宇宙の方は説かれ続ける、それは宇宙大蔵経というふうに言えるぐらいのところまで解かれるということが明かされていくんですね。はい、宇宙大蔵経とは、宇宙大蔵経とは、はい、もうこの宇宙の法というのはさまざまな星でこの、セービアたちはその星の文明を育て、そしてその星々それぞれにまたその文明が発展する過程の中でさまざまな失敗もあった、挫折もあった、うん、そしてそれをまた乗り越えてきて、この宇宙人類は神様になるために戦ってきてるわけですね。その歴史というのはまるでスターウォーズサーガーみたいに、さまざまな星でさまざまな歴史ストーリーが展開されて、神話が展開されてきた、そのレジェンドを紐解いていくと、これはもう無限に出てくるわけですね。その無限の宇宙の物語を、うん、この宇宙大蔵経という言葉で表現されたのだと思いますね。すごく壮大ですね。壮大な、この宇宙の神々が育っていくようなスターウォーズサガというものがこれから展開されていく、うん、その地球での一つのサガ物語をこれからどういうふうに紡いでいったらいいのか、これがこの霊言で説かれるわけなんですね。そして最後にこの RA ゴールという宇宙の存在は、実はこの地球の整備や地球の、とても大切な指導者、指導神の宇宙魂であることが、この霊言では、うん、明かされるんですね。そうですね。さあ誰の宇宙魂であるでしょうか、これはぜひ
この方法はアグレゲンを聞いていただきたいというふうに思います。はい、以上この、RA ゴール、地球の未来を開く言葉という霊言は今とっても大切な霊言になります。ぜひ楽しみに聞いていただきたいというふうに思います。はい、今回ご紹介した大川隆法総裁の公開霊言 RA ゴール地球の未来を開く言葉は全国の支部や商社で公開されています。ぜひご覧ください。それでは今回は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。どうてこにゃんにゃん水の革命。